どういうこと？適正なんだけど。じゃあ漏れてないってこと？あっちー、エアコン壊れました。涼しい風がね、出ないんですよ。現在車内の温度は 39.2 度。もうこんな時期にね、壊れんなって話なんですけど、エアコン吹き出し口の温度は 38.3 度なんで、もうほとんどね、これ送風ですね。実は2年前にもね、同じようなことが起きてエアコン効かなくなっちゃったんですよ。で、その時にね、近所のガソリンスタンドでエアコンガス補充してもらったんですね。エアコンガスすごい減ってたんで、これで効きが悪かったんです。これでもう大丈夫だと思いますってことでね、まあその年と次の年は大丈夫だったんですけど、2年経ったね、今年また同じことが起こりました。エアコンガスって一度補充したら7年から10年は持つのが当たり前だそうなんですよ。で、2年でなくなるっていうのは明らかにおかしいんで、これね、おそらくどこかからエアコンガスが漏れちゃってる可能性が非常に高いということで、今回はね、エアコンガスの漏れ止め剤を、使ってみようと思います。今回使用するのは、漏れ止め剤のドクターリークと、これがね、それを注入するための簡易的なガスチャージホース、その後に補充するエアコン用の、ガス、エアコンガスですね。ガスチャージホースは取説と、まあ、これね、本体、こんな感じのやつが入ってます。OK？ はい。はい。はい、3点合計で、まあ、大体ね、9000円ぐらいだったと思います。ヒータン。臭い。あ、臭くないよ。ボービビルト。これ、ボービビルト。あ、そうなん、ガスチャージホースだけどね。はい、それでは今からやっていくんですけど、私ね、バイクの整備は自分でやるんですけど、車はね、はっきり言って興味ないんで、知識はゼロ。当然、エアコンガスの補充なんかも自分でしたことがありません。今回やる作業すべてね、初めてです。ど素人なので、温かい目で見守ってください。今回使用するドクターリークは、かなりね、評判のいいエアコンガス漏れ止め剤で、軽度な亀裂なんかのね、ガス漏れは、これでよく止まるそうです。まああまりにもね、ひどいガス漏れだとこれでもね、止まらないそうなんですけど、これ蛍光剤が入ってるんで、どこからガス漏れが起こってるのかっていうのもね、よくわかる仕様になってます。まあその場合はね、ブラックライトとかなんか蛍光ペンが必要になってくるみたいですね。はい、まずね、このサービス管バルブにガス管を取り付けていくんですけど、針がね、飛び出しているんで、はい、エンジンをかけてエアコンオン、まあ、一番涼しくして、エアコンは最大内気循環にします。どういうこと？適正なんだけど。じゃあ漏れてないってこと？エアコンガスある？わからん、マジでわからん。はい、解決しました。ガスチャージホースのメーターが、まあ、当てにならないというわけで、今、ちょっとガソリンスタンドで、測ってもらったら、まあ、ほとんどガスが入ってないと。で、ちょっと入れてもらったんですよ。そしたら、今、めっちゃ冷たい風が出てきてます。というわけで、ガス漏れは確定ということですね。はい、終了です。ガス圧見るときって、はい、エアコン作動させた状態で見るんですよね。そうですね。最初つなぐときに、はい、まず車エンジン止まってる状態でホース、はい、各ホースつないでもらって、はいはいはい、で、エンジンかけてエアコンつけてガス圧を見る、はい、自分で入れようとしたんですけど、簡易的なゲ、はい、ホースあったんで、はいはいはい、で、エアコンかけたときに、うん、適正値を指してたんですよ、この状態で、はい、ということは
結局メーターが狂ってるっていうことですよね。安物のメーターだったんですけど、まあ、その可能性もあるんですけど、本来はガサツ抜きときは低圧高圧、はい、主にホースをつながないと正確な数値が出る、はい、例えば低圧が一定のところを指してても、はい、高圧がズレがあったら、はい、またそれで故障箇所が変わってくるので、まあ、あくまで補修するときは、まあ、低圧だけつないでもらったら、はいはい、けど、圧しっかり測るときは高圧ホースもつながないと、はい、よくこれ系の動画のコメント欄で、はい、なんかそんな安物のメーター使っても意味ねえだろっていうコメント結構書かれてるんですよ、うん、はい、つまりそういうことなんですね。結局安いホース、はい、メーター1個しかないんで、低圧側にしかつけれない、はいはいはい、そうすると低圧のガスの圧しか見れないんで、あ、本格的にちゃんと調べるときは低圧高圧ともにつないで確認する、はいはい、そういうことで多分そのいろんな動画に載っておられるのはそういう意味で多分載っておられるんだと思う。はい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 、なのでまあ純粋に補充だけでいいのであれば、はい、低圧側だけつなげば OK なので、あ、はいはい、あ、ちなみに、はい、1個気になってたのは、はい、エアコンガスって規定量以上に入れすぎてもエアコン効かなくなる、効かなくなります。あ、効かなくなるんですか、はい、やっぱりその車でここに書いてある、はい、ガスの入れる量っていうのが決まっているので、はいはい、これ以上のガスを入れると結局その缶の中にガスが溜まりすぎてしまって圧力がかからなくなってしまって、はい、コンプレッサーの故障とか、コンプレッサー自体がもうガスが中いっぱいすぎて回りませんよっていう、そういう、はい、症状になってしまうので、でっかい異常にもつながるんですね。つながります。へえ。なんでもあくまでここに書いてある規定値通りの数量を入れてあげるっていうのが一番です。はい。はい、もう本当にこれ以上入れちゃうと今度本当に別のところの故障が出てきてしまうので、おお、危ないですね。そうですね。そこはちょっと注意してもらって、漏れる箇所で言うたら。どうしても車エンジンかかって動いてるときって、はい、振動があるじゃないですか、ね、そうするとこういうホースのつなぎ目、はい、ジョイント部分ですね、そういったところもやっぱり振動は出るので微妙な漏れとかっていうのは発生する可能性はあります。あ、はいはい、でホースとホースのつなぎ目だったりとか、まあ、こういう室内に入るところの入り口の部分ですね、まあ、こういったところも漏れる対象には入ってくるので、あ、この辺が漏れやすい、結構こういうところからの漏れは多いです。へー、はい、あとは事故してしまって、エアコンの配管のところに傷がついてて、はいはい、知らずに乗っててそこから漏れたりとかっていうこともあるんですけど、基本的にはこういうあの取り付けのホースの取り付け部分からの漏れっていうのが多いかなと思いますね。はい、はい、なんでそういったところからあの蛍光の塗料が出てきたりとか、下側のところから漏れてますねっていう感じ。じゃあ分かりやすいですね。分かりやすいです、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、すべて完了しました。今ね、めっちゃ冷たい風が出てます。快適です。まあ自分でやってね、経験を積むチャンスだったんですけど、ホースがね使い物にならなかったので今回はね見送りということになりました。まあ作業自体は簡単な部類なので、ネットで検索して手順通りにやれば誰でもできます。ただダメだってね分かってる道具を使って強引に進めちゃうと、結局ねさらに大きな故障につながってしまうというリスクがあるので、まあ、この辺はね安上がりにしようと思ってやってたのに、結局ね壊しちゃったら本末転倒じゃないですか。この辺はね注意した方がいいですね。今回私ね自分の思い込みのせいで行ったり来たり時間がかかっちゃいました。まさか新品で購入したホースのメーターが狂ってるわけないと思い込んだせいで、原因の特定にも時間がかかってしまいました。ガス圧測るだけならその辺のガソリンスタンドでも無料でやってもらえるので、まずはねそこから始めるべきでした。メーターが正常値を指した時に、じゃあもうこの漏れ止め剤いらねえじゃんって捨てようとも思ったんですよ。本当ね危なかったです。だからマジでねこの思い込みっていうのは気をつけてください。はい、最後に動画の補足をしておきます。エアコンガスがなくなると一体どんな症状が起こるのか、私ね気づいたことがあるので皆さんにお話ししておきます。今ね正常な状態です。エアコンを作動させるとこんな感じで水が漏れてくるじゃないですか。エアコンガスがなくなるとこれがね起こらなくなります。それと低圧側のホースなんですけど、正常な状態だとめちゃくちゃ今冷たいんですよ。冷蔵庫の中にね入ってるもの並みに冷たいです。エアコンガスがなくなるとここもね、冷たくなくなります。まあこういったところも判断材料にしてください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。